喋られるような大人になれたらいいのにな。プチトマトに油淋鶏、今はまだ苦手だけど好き嫌いせずに食べられるようになれたらいいな。好き嫌いなんてせず食べなさいと母親に少し怒られたよ。学校の給食でも正直食べられないんだよ。ほうれん草を手で持ってトイレに駆け込んで流そうとしたことを先生に嫌ってくらいに怒られてしまったよ。休み時間のドッジボールにザリガニ池に走る放課後、ベンチで読みふけた小説、昼休みの居残り勉強、いつの日にか僕も大人になる日が来るのですか。今日帰ったらテレビゲームして、宿題は明日にしよう。ねえ、ほうれん草にバンバンジー、今はまだ嫌いだけど食べられるような大人になれたらいいのにな。プチトマトに油淋鶏、今はまだ苦手だけど好き嫌いせずに食べられるようになれたらいいな。気にはならなくなって、食べられるようになったけれど、気づいたら好き嫌いの感覚さえなくなってさ。あの頃は僕の気持ちに正直で、好き嫌いがはっきりしてた。これが大人になってしまうということなのかな。好き嫌いよりも向き不向きで、強い感情を押し殺して、好き嫌いより利益不利益、他人の顔を伺う毎日、少しでもいいあの頃のように素直に過ごしてみたい。今の自分をサビの僕が見たらどう思うのでしょうか。ねえ、ほうれん草にバンバンジー、今はもう平気だけど、あの頃のように大嫌いだと言えたらな。なんてね、プチトマトに油淋鶏、今はもう平気だけど、いつの日か大好きだと君に言えたならば。ねえ、ほうれん草にバンバンジー、今はまだ嫌いだけど食べられるよ。